痩せまくってるね。病院行った。行ってるんです。行ってでしょ。俺が行ってって行けるって言ってもや意外と苦しそうだもん。とうとう病院行ってくれますね。まだ全然腫れとらなかったんですよ。はい、晴れたんですか。先週行かなかんかったって。じゃあ、診察終わったらまたお声掛けしますんで、行ってらっしゃいませ。お疲れ様です。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。まあ、この画像いいっすね。そうそう、横柄みたいな大きいけど、正面であれだろ。はい、この画面の出しはすごい綺麗の画素線。いや、手当たりの出しよ。すごい。うわぁ、はい、うわぁ、はい、おっ、こんな上や。あんな上です。そうです。喋る、そんな喋る暇ない。ちょっと今日は悩み探し。なんか痩せこけてるね、うん、どうした。チームの水道やる。いやいやいや、どうした。体調はいいの。いや、あ、まだ足が上がらない。体調はそうやった。体調はいいんですか。体調はいいんですか。なんか顔疲れとるやん。大丈夫。結構人間入れてやったもん。いや、いいです。うわぁ、もうアップもある。綺麗とかめちゃくちゃ綺麗に大変じゃん。ばっかりだ。はアップもあります。もうお金の相談しそうな。今もう、ステーブもうちょっと大丈夫。ある程度はアップラスで。うん、あ、まあ、綺麗だけどどんなかかった。綺麗だけどね、本当。布に6人か道具使って3月のプラー使って。もしかしてあのストーリーになってた土の袋10袋15袋出たっていう物件ここですかね。うわ、土の袋がそんな出たって。本当。あ、それちょっと引用しようか。はい、もらえよ。誰が持っとるのか。はい、誰が持っとる。井村さんのインスタにあります。綺麗もね、綺麗もすごい芝があって、痛いやりやすい。下だったらまだしもよ、くそついて上向いてこんなもんならなと思ったら、やめて、泣いてくるわ俺気持ちが。まあでもどう、キムくんとお前行っとんの。あ、昨日行ってない。あ、ちょこちょこ行っとんだ。ほんと行った行ったた。いや、そう、それないです。ない、いやいやだろ、好き好きって酔っ払ったりするんじゃない。いい感じで、一緒に旅行じゃないけど、なんか日帰り旅行とか行ったりしょ。そうです、そうです。だからいいね。ああ、そうか。もう本田君はちょっと、あんま元気なんかどうだろう。ちょっと心配だわ。本当に痩せこけたでしょ。ちょっと痩せてますよね、完全に。大丈夫。病院行った。行ってるんです。行ってでしょ。俺が行って、行ってきましたと思って。俺、キム君全部聞いたよ。いや、病院は一回行ったんですよ。それの薬待っとる。薬の薬待っとる。まだ痛いの。うん、行ってこや。意外と苦しそうだもん。ありました。行く？行きます。来週中。うん、来週は雨多いんで行ってください。仕事の合間抜けて行ってこいいよ。朝から行って行って、8時ぐらいからやってるでしょ。9時から9時行ってこや。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 多分ないと思うんだよ。靴が違うすぎて一発だもんだ。何やるのあなた。はぁ、なんでやろ。もう草津にはうるせえなって、まあまあ嫌われるのかね、もう帰ろう。ほんなら気をつけてね。はい、うん、いやこれ大変だな。ちょっと報告とかだけで、ね、まだ最後ね、はい、お願いします。はい、はい、お疲れ様です。久しぶりの本田さんでしたね。弱ってなかった。弱ってました。俺もちょっと今日弱ってるもんね。なんか波長があったけどなんか。いやだいぶ弱ってたです。夏終わりなんで。より弱っとったよな。はい、病院行ってないっていうのがやばいっすよね。何でいかんだろうな。病院行ったらすぐ治るのにいかんだろうな。はい、なんでや。休みをしろ。現場開けたくないとかじゃないですか。あ、現場開けたくない。現場開けたくないで雨降ったりするんだもん。お前開けとるだろ絶対。何したと思う。何かしらやってそうじゃないですか。覚醒剤か。いや、こういう風になっちゃったら痛くてお前飯も食えんのだろう。こんな君頼むわ俺。もう動画撮って目の前にこんな君おるけど。はい、なあ、はい、俺も見るはずだから、はい、
君子、お前栄養吸いすぎじゃねえかお前君子それはあるかもしれないですよ。たまには注射打たな、はい、注射打た、注射打たしたねえよ、はい、まあ、はい、まあ、本田君ね様子苦手な現場来たけど、まあ多分魔法にガンか、はい、ガンか隠せたらしいな。ピー入れといきましょう。バカ入れんねえよお前、はい、ピー入れてみるけど、まあ、口元だけやりすぎ、はい、病院ちょっと取れたら取ろうか。そうですね、会社に呼び出そうか。そうですね、これだってまだ2週間かかる、はい、休みの日に強制的に連れてきますか。いいですね、はい、お疲れです。本田さん、とうとう病院行ってくれますね。お疲れ様です。うん、お前ら全然腫れとらんかったんですよ。はい、腫れたんすか。先週行かなかんかったって。やっぱり腫れてますか。どんどん腫れとる。何やったんですか。痛風じゃないでしょ。痛風だって。ほんまですか。腫れとるもん、どんどん。はい、行ってください。今行ったね。はい、まだ6時前だ。はい、まだダメやろ。まだダメですか。じゃあ時間まで時飛ばし、シュッシュッ6時っすよ。しっかり行ってきてください。お願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか。歩けるんだけど。歩けるっすか。はい、一応これ通帳なんですか。はい、大丈夫。はい、じゃあ、診察終わったらまたお声掛けしますんで、はい、行ってらっしゃいませ。はい、やばいんちゃうかなって言ってたらすぐ出てきました。本田さんすぐ出てきました。あ、どうも、どうでしたか。やばいっすよ。え、どうぞどうぞ、ちょっとインタビュー、診察結果聞きたいんで。診察結果は、はい、あまり強く薬は出せんもんで、はい、だってとりあえず痛み止めまた、はい、だって痛風の薬は今は飲めんもんで。痛風だったんですか。うん、痛風だよ。見ていいですか。痛風だったんですか。痛風だったんで。えらい悪化してません。薬がね、飲めんの。え、なんで飲めないんですか。強すぎて悪化してるんですか。それとも血圧が高いの。あ、そういう意味なんですか。だって強い薬は飲めんもんで今。え、やばいっすよ。今もう採血してもらったもんで。はい、明日また来るんだ。明日また採血の結果を。やばいっすよ。薬まで来る。いいじゃん。ほんまいいっすか。ほんまに、ほんまにちょっと足やばいっすよこれ。いや普通だよ。あ、え、杖ついてる人やん。こういう時にはかどるシャツ着てみますか。パワーシャツ。杖ついた人が杖いらんくなったとか言われてたりとか。またご興味ある方は概要欄でお買い求めください。お待ちください。はい、ありがとうございます。本田さん、お大事にお願いします。はい、ありがとうございました。どうも、また見てね。またね。ありがとうございました。失礼します。お大事にお願いします。